さんおはようございます。ただいま和芝岳の山頂です。さあ、じゃあ一周ちょっと軽く説明だけさせてください。樋口美代子が奥空に見えて、槍の右手に富士山見えてます。ほら、そしてホタルがジャンダルムもここに見えますね。そして手前が夜景、奥に そして奥に白山で、手前に黒部五郎、そして水晶、そして向こうに今日は島屋。それでは最高の天気で行ってきます。